はい。今回は、ひとし松本の滑らない話、やっていきましょうか。え、恒例の水曜日。水曜日と言ったら、松本ひとし文春法。え、今週の文春法はこちら。 松本人志、訴状を公開するーっていうのでですね、これ見たときにですね、マジかーって、マジかーっていうふうに思いましたけども、松本人志との裁判について、記事で文春側の主張を紹介しますというお話だったので、あくまでまあ文春側の主張だけでですね、そこからまあ松本の主張も 軽く、まあ、多少見えてくる程度なのかなとっていうふうにですね、思っていたら、まさかの素性を公開しますと。<laughs> もう、文春ですね、かなり強気ですね。まあ、全部載ってたわけではないですけども、ところどころですね、きちんと、えー、説明がされていました。で、肝心の内容ですね、えー、どんな内容だったか、えー、お話ししていきたいと思います。 えまず、今回の記事のタイトルがこちら。松本人志5.5億円訴状を公開する。無罪請負い人、弘中弁護士、伊藤しおりさんの代理人が解説というのでですね。えー、こちらも見ていきますと、えー、訴状で松本は客観的証拠は存在しないと言い,い、一方的な供述による極めてずさんな取材と主張する。他方、専門家からは性的行為の有無をめぐる不明瞭さや、 金額の算定根拠への疑問文 <laughs>、5億5千万ありえんだろうっていうですね。告発者 A 子さんは3年半前に取材を受けてからの経緯を初めて明かし、証言台に立つ決意を語った。 少子は今後も巨額訴訟に萎縮することなく取材を続けていくっていうのでですね、このように書かれていますと。で、この続きがですね、ちょっと面白かったんですけども、この英子さんの反応ですね、この文書に対する訴状ですね、英子さんも読んだようなんですけども、訴状を読んだ英子さんのコメントがこちら。やっぱり松本さんは自分のことしか見えていないんだなと、この訴状を目にして改めて思いました。いう <laughs> いや、そりゃそうだと。松本に被害に遭いましたっていう人はですね、嘘つきおばわりして、被害者と和解するようなこともしなかった。一方でですね、松本自身は、文春が取材をしている、話をしてきているにもかかわらず、いや、覚えてないとかですね、事実無根だっていうふうにですね、否定するだけで、中身のある回答をしないくせにですね、これ、俺は被害者だーっつってですね、5億5000万円払えーっ,つって言ってるわけですから、もうなんかですね、やっぱり自分のことしか考えてないだろうっていうふうにも見えてしまう。 しまいますよね、これがきちんと被害者とも向き合っててその上で文春に訴えるならまだしもですねいや被害者と主張する人無視した上でこれしかも嘘つきお回わりした上でこれってですねいやーなんか自分のことしかやっっぱ考えててなないよなーっていよう風に見られてもまあ仕方はないですよねいやーこういう風に主張するんだったらですねだったら被害を訴える人にもですね5億5,000万円払えよっていう風に思いますけどね。 自分だけ被害を訴えるってですね、これちょっと違うんじゃないかなというふうに思いますけどね。それは自分のことしか見えてないって言われますよ。うん。で、今回はですね、無料版の記事でもかなりの内容が掲載されているのでえ、ここからはですね、そちらの無料版記事を見ながらお話ししていきたいと思います。で、無料版記事の前にですね、 こちら、えー、松本の訴状を見てみましょうこちら無料記事の方にも載ってるんですけども松本の訴状です、えー、日付ですとかあとは田代弁護士ですね松本の弁護士の名前ですとか原告松本ということが書かれていたりですとか、まあ、確かにですね文春宛てに、えー、訴状を出しているというところですよねでこれ日付がですね令和6年1月22日というふうになっているんですけどもまさにですねこの日付と同じっていうのがありましてこちら えー、当社所属タレント、松本人志に関するお知らせっていうのでですね、この中で提訴のお知らせってってですね、えー、松本人志がですね、文春を訴えたぞ、提訴したぞっていうですね、そんなお知らせがありましたけども、まあ確かにですね、この22日、この日にですね、やっぱり提訴してるわけですよ。それでですね、記事の中で、週刊文春に訴状が届いたのがですね、2月15日だということが記載されていたので、文春に訴状が届くまで3週間以上も経ってることになります。 やっぱりですね、すんなりと裁判所に受け入れられなかったっていうことがわかりますよね <laughs>。何かやっぱ途中で起きてるんですよ、これ。追加で情報を出せって言われたとか、なんだこの5億5000万円はーっていうふうにですね、まあ突っ込みが入ったとか、まあストレートではないっていうことがですね、わかりますよね。 で、無料版の記事の方もちょっと見ていきますと、えー、まあ、タイトルはですね、同じような話で、ここはですね、松本がどのように主張しているかっていうところですかね。これ、訴状の内容ですね。被告らは原告に対し、連帯して金5億5千万円及び、これに対する令和5年12月26日から支払い済みまで年3分の割合による金印を支払え。まあ5億五千万円払えっていうやつですよね。で、2番、えー、被告株式会社文言春秋は、 原告に対し、別紙1記載の謝罪広告を、同別紙1記載の掲載要領の条件により、被告株式会社、文言春秋が発行する週刊文春に一回記載せよ。で、さらにですね、こうした書き出しで始まる訴状が、東京地方裁判所から週刊文春編集部に送られてきたのは、2月15日の午前11時のこと。原告は言うまでもなく、ダウンタウンの松本人志である。 で松本側が主張する名誉毀損の3つのポイント訴状は全13ページからなり松本側は昨年12月27日発売号に掲載された松本人志と恐怖の一夜俺の子供埋めやーと題した記事によって名誉を毀損されたと主張5億5000万円の損害賠償に加えて 文字の大きさやフォントまで指定した謝罪広告の掲載を求めているというふうにですね、まあ、まずこのように書き出しが始まっていまして、えー、まずですね、まあ、これまで報道されている通り損害賠償5億5000万円と、まあ、謝罪広告のお話ですね で、文字の大きさやこれフォントまで指定されているそうでして、まあこういうところは細かいんですよね <laughs>。人に対するですね、なんか指摘とかですね、まあ要求とかそういうところは細かいんですよね。で、さすがにですね、もうめちゃくちゃまあ小さいフォントで、えー、書かれないようにということだと思いますけども、まあそのフォントの大きさじゃなくてですね、フォントの種類までこれ指定するかっていうですね、これどういう意味なんでしょうかね。 まあここでもですね、文春に対しては、細かく話をしないくせにですね、相手に対する要求だけは細かいっていうですね、松本がどんな人なのかというですね、人柄がなんかよく出てるなっていうふうに思いますよね。続いてですね、松本側が主張する名誉毀損のポイントは大きく分けて3つ。まず、記事の中に登場する英子さんの発言部分や、それに関連する6箇所の記述だ。訴状にはこう書かれている。 A 子記述部分の記述は A 子の体験として原告からいきなりキスされそうになったことまたキスされそうになったのでしゃがんで抵抗したところ足を固定されて3点止めの状態にされたことなどを記述することにより 一般読者に対し、原告が明らかに英子の意思に反して、無理やり性的行為に及んだとの事実を認識させるものである、というふうにですね。ま、このように書かれていますと。で、英子がですね、そうされたっていう被害を主張されているのであれば、ま、そう書くしかないじゃないですか <laughs>。3点止めは無理やりじゃないぞ、というですね。ま、プロレスごっこか何かでも知ってたんでしょうかね。 まあ中学生の頃ですね、教室でふざけてプロレスごっこする奴がいましたけども、いや、あんな感じなんでしょうかね <laughs>。同意の上だったぞーつってですね、いや、いじめるなーってですね、こう先生が怒るとですね、先生、じゃれてるだけですつってですね、まあそう言っちゃうやついますけども、なんか似たような感じですよね。 まあこのような場合はですね、大抵なんかやってる側の主張とやられてる側の主張って異なりますよね。まあそれ当然ですよね。まあここで反省して自分がやったことが悪かったって思える中学生は、まあもしかしたらですね、心を改めて立派な大人になれるかもしれません。ここでですね、嘘をつき続けるような中学生はですね、まあ一生嘘をつく、まあろくな大人にはならないでしょうね。 えー、まあ、ちょっとごめんなさい。よ、<laughs> ちょっと余談が長くなってしまいましたが、まあ、ちょっと続き行きましょうか。まあくまで余談ですからね。松本は本当にやったかどうかは、これで書状に書いてないんですよ。 松本曰く、無理やりやったと誤解される書き方はするなっていうふうにですね。まあ、やったかやってないか、無理やりだったのか、合意のもとだったのか、答えませんっていうですね。<laughs> そういう訴状なんですよ。これちょっと後ほどお話ししますけども、まあ、そういうところもですね、この弁護士がですね、うん、いやーちょっと違和感あるなーっていうふうにですね、ちょっと疑問を呈しているような、まあ、松本の訴状になっています。 あちょっとですね、ここでもう一つお話ししておきたいのが、きちんとですね、これやったかやってないかですね、書いてないんですけども、となるとですね、この発言何だったんだって話ですよね。このとうとう出たねーつってですね、えー、いかにもですね、これ普通にこれを読み解くとですね、まあこのお礼を小沢にですね、この、えー、アテンダー芸人の小沢に、えー、今回の A 子さんがですね、お礼、 のラインを送ってるっていうのでですね、これ喜んでたじゃないか、つってですね、とうとう出たねー、つってですね、まあ普通に読み込むと、まあ3点止めは合意のもとだったっていうふうに、まあよれ読み取れるようなですね、そんなポストをしているわけなんですけども、まあこういうとうとう出たねーっていうふうに書いておきながらですね、訴状では書くなしか言わないんですよ <laughs>。何が本当かっていうのはですね、答えないわけですよね。このとうとう出たねーはじゃあ何だったんだーっていう話になってしまいますけどね。 で続いてですね、えー、そして2つ目が同じく記事中に登場する B 子さんの4か所の発言部分と関連記述3つ目は松本への直撃取材の内容について書かれた2箇所の記述である松本側の主張原告の名誉を毀損するものであることは明らかこうした計12箇所の記述に対し松本側はこう主張している 性的行為を強要したというレッテルが貼られてしまえば、芸能活動を行う原告の社会的評価を著しく低下させる。ましてや、それが複数の女性に対し行われていたかのごとき記述は、原告の芸能活動に致命的な負の影響を与えることにより、社会的評価を低下させることは言うまでもなく、 原告のの名誉を既存するるものであこのように続いて書かれていますと、まあ、なんだかなーっていうふうにちょっと思ってしまいますよね。これ、松本はやったかやっていないか、これ、きちんと答えるべきじゃないですか。 やっていないのに記事を書かれたのであれば、まあ、名誉毀損だっていうふうに言ってもですね、読者の僕もすんなり受け入れられるんですけども、仮にこれがやったけど、その事実を記事にされたから名誉毀損だ、そういうふうに主張するんであればですね、ちょっと違うかなというふうに思うんですよ。 あくまで松本って税金を使った事業の仕事をしている人です。税金からお金をもらっている人です。そんな人がですね、世間にバレなければ何やってもいいだろうっていうようなですね、そんな主張にどうしてもこれ聞こえてしまうわけですよ。だってですね、これ自分がこれやったことが悪くて、あの、社会的評価が下がるとかじゃなくって、文書に報道されたからですね、まあ社会的評価が下がるんだ、みたいな言い方してるわけじゃないですか。自分がやったことっていうのはですね、この、あの、棚に置いてるわけですよね。 もうバレなきゃいいっていうですね、政治家と同じような感じになんか聞、こえてしまうんですよね。違うでしょと。しかもこれ被害者もいるっていう話が前提じゃないですか。一人で何か勝手に悪いことしましたって話じゃないんですよ。こういうところもですね、やっぱり自分のことばっかり考えてるなーっていうふうにちょっと感じてしまいますよね。 で、その上で、精神的損害を受けたとして、5億円の慰謝料と、これほんとびっくりしたんですけども、5000万円の弁護士費用 <laughs> 5000万円の弁護士費用を請求し、少子の記事をこう結論付けているのだーっていうですね <laughs>。いや、これですね、ちょっと読んだ後もう吹いちゃいましたよ。弁護士費用5000万円ですよ。そりゃ勝ち負けに関係なくですね、仕事受けたくなっちゃいますよね。 あっちこっちでこの三流だとかって言われてましたけども、それに耐えて、まあ、松本をですね、2年か3年弁護し続ければですね、5000万円ですからね。で、人によってはですね、もうこれ1年ぐらいで終わるんじゃないかみたいなですね、そんな話をしてる人もいますけども、1年で終わったら1年でこれ5000万円もらえるんですよ。 いやー、こうやってですね、やっぱり一般的な価格感を大幅に超えた費用を請求してくることからもですね、ちょっとやっぱり常識があるのかっていう風なところもですね、ちょっと疑いたくなってしまいますよね。これですね、やっぱり5億5000万円、満額請求無理でしょ <laughs> えー、余計無理だろうっていうような状況になってきますよね。だってこれもう99%勝てる裁判だったら、 ま、例えばですよ、一般人でもですよ、弁護士費用を、え例えば10億円請求してもらって、それをまた99%勝てる裁判で10億円払えとかっていう風にですね、できてしまうって話になってしまうじゃないですか。いやだからですね、さすがにこの金額の代償って重要だと思うんですけども、これで常識外の弁護士費用を請求するってですね、ちょっとやっぱり、うーん、常識が大丈夫かっていう風にも、ちょっと疑いたくなってしまいますよね。 やっぱりこういう弁護士費用を見てもですね、うーん、やっぱなんか受けてくれる弁護士がいなかったのかなーっていうですね、まあー、もっと払うならやってあげてもいいよ、みたいなですね、そんな感じだったのかなーっていうふうに思ってしまいますよね。いや、明らかにだってこれ高すぎ、<laughs> 高すぎますもんねあー。もっと複雑な裁判ならまだしもですよ。だって、全然裁判も複雑じゃないわけですよ。それで5000万円ってですね、 ちょっとありえないだろうというふうに思ってしまいますよね。はいちなみにですね、有料記事の方で弘中弁護士が登場するんですけども、ちょっと後ほどお話ししますけども、弘中弁護士が登場するんですけど、後ほど、弘中弁護士もですね、これ5億5000 5万円はありえんだろうみたいなですね、そういう話されてますね。まあ、実際にその人が亡くなった場合、まあ、殺人とかでも、まあ、せいぜい3000万とか5000万円ぐらいしか取れないわけですよね。 にもかかわらず、名誉毀損で5億5千万円ですから、で、これ弁護士費用もですね、これだって人が亡くなった時の、損害賠償よりも弁護士費用が高いわけじゃないですか。普通に考えたらありえないですよね。まあちょっと続き見ていきましょうか。で、本件記事は原告が A 子及び B 子に対し、性的行為を強要したという客観的証拠は存在しないにもかかわらず、 一方的な供述だけを取り上げて記事として掲載するという極めてずさんな取材活動に基づくものである。まあこれもですね、他の動画で言いましたけども、文春取材してたじゃんと、答えなかったの自分たちじゃんと、松本と吉本じゃんと、本当ですね、こんな主張もですね、自分勝手ですよね。まあ後輩を構えないところからもですね、自分勝手だなというふうに思っていましたけども、まあ訴状にもですね、やっぱり自分勝手だなというところが見えてますよね。 で2月21日12時配信の週刊文春電子版及び22日半発売の週刊文春では松本人志5.5億円訴訟について特集する A4 用紙13枚に及ぶ訴状の内容を詳しく紹介し週刊文春を訴えた経験もある弘中弁護士や伊藤しお織さんの代理人つくだ弁護士が訴状のポイントを解説する また A 子さん B 子さんが訴状を読んだ感想を3年半前からスタートした「週刊文春」の取材経緯編集部の主張も掲載しているっていうふうにですねまあこのように書かれていますと。 まあ念のためですね、広中弁護士というとですね、あのー、まあ、先ほども記事の中で書かれてましたけど、無罪請負い人というですね、まあ、言われている方でして、2019年にはカルロス・ゴーンさんをですね、弁護して、保釈を勝ち取った広、えー、中弁護士ですね。まあ、非常に、まあ、有名な弁護士ですよね。広中弁護士も、文春の記事の何が虚偽なのか、普通はこの訴状の中に書くものだというふうに主張をしています。強い違和感を覚えるとまで言われています。 広中弁護士が強い違和感を覚えるわけですから普通の弁護士もですねやっぱり松本と、まあ、松本の仕事を受けようかどうかっていうですね話をした時にやっぱり違和感を覚えるんですよ普通の弁護士は。あれ、この人の弁護士って大丈夫かなというふうに普通はなるわけですよ。 うーん、違和感あるけど、うーん、5000万円ならいいかなーとかですね <laughs>。いやー、僕は他の仕事もあるから、こんなリスクある仕事をやるぐらいだったら他の仕事やるわーみたいなですね。まあ普通はそうなっちゃうと思うんですけども、いやーまあ中にはですね、違和感あるけど、まあ5000万円ならいいかーつってですね、受け負ってくれるまあ弁護士もいるわけですよね。まあやっぱりですね、弁護士が見つからなかったっていうのがですね、こういう弁護士費用を見てもですね、まあちょっとわかってきますよね。 でもですね、こうやってそれだけ答えたくないことがあるって、やましいことがあるって見られても仕方ないですよね。ずっとそういう行動をとってきてるじゃないですか。取材には答えない、会見もしない、訴状でも答えない、一般的に見ると、怪しいな、この人っていうふうにですね、思われても仕方のない行動をずっと取ってるわけですよ。 あとですね、有料版記事の方で、取材を始めた時期ですとか、どんな取材をしたのかっていうふうな話も触れられていました。松本溶後派がですね、今更告発するな、今更記事にするなって言ってますけども、2020年7月から文春は英子さんと接触しているんですよ。 結構前からもうずっと話をしています。まあ他の証言を集める必要もあるでしょうし、吉本と戦うことになるってなったらですね、それなりの装備しないといけないわけですよ。まあすぐに記事出せないわけですよね。いろんな証言者とも。ま一、あ、人だとですね、ちょっとやっぱり記事出すの不安ですから、他の証言者の話も聞いたりとか、うん、やっぱすぐには記事出せないわけですよね。まああと、まあ時代の変化っていうのも大きいですよね。テレビ。 それから芸能事務所の力が弱まってですねジャニーズの件が大きく取り上げられて海外からもですね日本のメディア、芸能界どうなってるんだ、おかしすぎるだろうっていうですね、まあ、見,見られ方が広まって、まあ、記事が出せるタイミングにようやくなってきたっていう話じゃないかなという,ふうに思いますけどもまあこれ遅いだろうとかですねそういう話はないんじゃないかなという,ふうに思いますけどね。 あとはですね、記事の内容が嘘だとかっていうですね、松本擁護派もいますけども、実際に昨日に、これですね、2022年に文春法が放たれた話なんですけども、映画監督のですね、坂木容疑者がですね、逮捕されましたよね。これ全部がやっぱ嘘ではないわけですよ。まあ2年越しでようやく逮捕されるっていう風な話になってるわけですけども、記事の内容も、やっぱ正しい内容もたくさんあるわけなんですよね。全部が嘘ではないわけですよ。まあしかも相手は吉本と松本なわけですから、 そんなななめた嘘記事適当な記事事適当出せいいだろうっていう,ふうに思うわけですよね、まあ、実際にこれどれだけ取材をしたかについても触れられているんですけども A 子さんだけで20時間、まあ、A 子さんが知っていた松本の携帯電話番号がこれ正しいのかとかですねそういう確認をしたりですとか実際に被害を訴えたそのホテルの間取りを書かせてですねそれが正しいのかという確認をしたりですとか。 A 子さんが証言する松本の髪型とか服装ですね当時番組に出ていた時の髪型とどうかというですね、まあ、そういうのを比べたりとかあとは放送作家と小沢との関係ですねそういうのも確認したりとか、まあ、そういうのってですね結構かん直接会ってないとやっぱり関係性とかって分か,分からなかったりするのできちんとそういうですねかなり細かく取材をして信憑性があるのか正しいのかっていうですね確認をしっかりされてるようなんですよね。 まあ今回のですね、松本の記事に関してはですね、かなり信憑性高い記事だと思いますけども、うん、嘘だ嘘だっていうのはですね、そろそろ、うん、ちょっと訴状を見てですね <laughs>、全くこの事実を答えないっていう訴状を見てですね、そろそろ目を覚ました方がいいんじゃないかなとっていうふうに思いますけどね、はい。 えー、皆さんですね、今回、えー、松本人志のですね、文春法というとこで、えー、今回ですね、どのような主張をしているのか、えー、訴状の中身なんかをですね、松本の主張の中身なんかをですね、えー、紹介させていただきました、えー。皆さんですね、このような松本の主張、それからこの一番,一番びっくりしたのがですね、えー、5000万円。<laughs> 5000万円、まあ。損害賠償の5億5000万円もびっくりなんですけども、5000万円というですね、弁護士費用について、えー、皆さん、どのようなご意見をお持ちでしょうか。 皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると嬉しいです。えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。それからですね、こちら X もやっています。動画にできないようなちょっとした小ネタなんかをこちらの X の方で呟いておりますので、動画をご覧になった後ですね、X のフォローの方もお願いします。はい。 今回の動画はここまでになります。それではまた。次の動画で。